こんにちは、こんにちは、マシマ、です。今回は、以前動画にもした、2万円以下の格安ゲーミングパソコンについて、いろいろアップグレードしたので、お話ししていければと思います。具体的には、メモリを標準の 4GB から、最大の 16GB へ増設。ついでに、高額ドライブも DVD からブルーレイレコーダーにしてみました。最後には、メモリ増設による、性能変化も確認します。という感じで、いろいろと充実させていきます。格安ゲーミング PC を、アップグレードしてみた。さて、それでは今回の概要をご紹介します。今回は、メモリの交換、増設と、高額ドライブの交換を行っていきます。と、その前に、不要かもしれませんが、以前の動画をご覧いただいていない方のために、この PC の現状のスペックをご紹介します。現状はこんな感じ。第3世代 Core i5 を搭載した、富士通のスリムタワー PC をベースに、グラボ、GeForce GTX1650 を追加。フル HD 環境では、まあまあゲームができるパソコンになっています。なのだけれど、メモリはたったの 4GB しかなく、結構メモリ不足になるシーンがあったのです。実際に、最近の多くのゲームが、メインメモリは 8GB 以上を推奨していますし、やはり無理がありました。ということでこちらを増設します。それと、後ほどご紹介しますが、ちょうど、以前ハードオフで激安購入した、ジャンクなブルーレイドライブもあったので、これも、元の DVD ドライブと交換し、動作確認。もしも動けばグレードアップ、という感じでいこうと思います。以上が今回の動画のあらすじとなります。ということで次、アップグレードのために用意したパーツを、ご紹介していきます。組み込むパーツを見ていくよ。では、これから組み込んでいく PC パーツをご紹介します。ここまででお話しした通り、交換、増設していく、メモリと高額ドライブをそれぞれ用意しました。さて、では、メインのメモリからご紹介していきます。こちらのメモリは中古で購入しました。購入、用意したのは、クルーシャルの DDR3600 のメモリ、4GB を4枚、合計 16GB です。もともと付いていたメモリと、同じ規格のメモリを選びました。メモリに関しては、最新ではない、DDR3 のメモリだし、中古なら結構安いので、最大容量にしたいと思いました。なので、取り付ける PC が、最大何 GB に対応しているのかを調べました。この PC のスペックをメーカーのサイトで確認すると、メモリの欄には、最大 16GB、と書かれていました。CPU やチップセット的には最大 32GB まで対応していそうでしたが、メーカー公式には 16GB とのことだったので、こちらを参考にしました。ちなみに価格は中古品、合計約4000円弱でした。メモリについては以上です。次はブルーレイドライブについてです。こちらのドライブは、今回のために購入したわけではないのですが、動作確認も兼ねて、搭載してみようと思います。それで、購入したのは、日立 LG、ブルーレイドライブ、BH30N、です。細かいスペックは省略しますが、書き込みにも対応している、一般的なブルーレイドライブです。そして、こちらの購入価格ですが、ハードオフにて、ジャンク品、330円でした。DVD ドライブならまだしも、ブルーレイで330円は安すぎですよね。床に直接置かれた状態で売られていて、ちょっと不安感のあるジャンク品でしたが、見た目は綺麗ですし、動作する予感がしたので買っておきました。まあ、ジャンク品なので、私では手に負えない壊れ方をしている可能性はありますがね。以上、ご紹介したメモリとドライブを、パソコンに組み込みたいと思います。作業開始です。それでは、用意したパーツを実際に取り付ける作業を始めます。まずは、PC のカバーを開いていきます。当たり前ですが、あらかじめ PC の電源を落とし、外せる配線はすべて外してから作業しましょう。カバーを外します。このパソコンの場合、背面のネジを2本外すことで、開けられるようになります。開けることができました。内部がよく見えて、ほとんどのパーツにアクセスできます。
それで今回手をつけるのは、メモリの付け外しを行う、こちらのメモリスロットと、標準の DVD から、ブルーレイドライブへ交換する、こちらの5インチベイです。さてと、作業を続けていきます。まずはメモリの交換、増設から行っていきます。現在は 4GB が1枚刺さっている状態ですね。今回は、追加ではなく、まるっと交換するので、こちらは取り外したいと思います。関係ないけれど、このメモリを外したり、取り付けたりするときの、カチッていうラッチ感、良いですよね。ではでは、用意したメモリを取り付けていきます。メモリを刺すところは、先にレバーを倒しておきます。今回は、すべてのスロットにメモリを搭載します。メモリの搭載、完了しました。次、光学ドライブを交換します。まずは今ついているドライブを取り外します。外す手順はいろいろですが、基本的には、初めに接続されている SATA の電源と通信ケーブルを外します。それから、ドライブを固定している金具やネジを外していくのですが、この PC の場合、ネジが奥まっているので、少し変形させて、作業する仕組みになっています。はい。これで作業できるようになりました。では、こちらのドライブを固定しているネジを外していきます。この PC の場合は、ネジ2本を外せば OK。反対側にはネジ止めはないので、あとはスライドして外していきます。少し硬かったですが、取り外せました。そしたら、これとすり替える感じで、ブルーレイドライブと交換します。どうでもいいことかもしれないけれど、元のドライブも、同じメーカー、日立 LG データストレージ、でした。作業完了です。お疲れ様でした。動作をチェックするよ。それでは、メモリなどが認識しているのか、確認してみます。いつもより多く時間がかかっています。起動が完了しました。最低1本以上のメモリは認識しているようです。では、タスクマネージャーを見てみます。タスクマネージャーでは、DDR3-1600MHz、16GB、としっかり認識できていました。問題なさそうですね。ブルーレイドライブもチェックしていきます。とりあえずは、デバイスマネージャーで認識しているか見てみます。HL、DK、SK、BDRA、BH30N、普通に接続、認識されています。では実際に、ブルーレイディスクを使ってみようと思います。とりあえず、データディスクとしてフォーマットしてある、BDRA のディスクを入れてみます。これにデータを書き込んで、読み込めれば、読み書きできるかわかると思います。おお、トレイが出てきました。ジャンクだと、トレイが引っかかって出てこないのがあるのですよね。今のところいい感じですな。ディスクを読み込めたようです。では、ディスクを参照します。テストとして、この中に動画ファイルを入れてみます。それで、ディスク内の動画ファイルを再生できれば、動作正常ということが確認できると思います。光学ディスクなので書き込みは遅め。カットします。書き込み完了。書き込んだ動画ファイルを再生してみます。はい。再生できました。この動画ファイルはフル HD60fps で、ビットレートもそこそこあるので、たまに追いつかなくなっているようですが、普通に再生できました。動作 OK ですね。よかったです。とまあ、パーツの乾燥、増設は成功したので、次、性能の変化を見ていきます。性能を確認してみるよ。最後に、メモリをモリモリにしたことによる、性能の変化を確認したいと思います。まずは、定番のベンチマークテスト、シネベンチです。R20 で比較してみます。結果です。
左が 4GB の時で、右が 16GB に増設した時です。マルチスコアは、増設前は946、で、増設後は1023になりました。スコアとしては77ポイントアップし、約 8% のパフォーマンス向上となりました。しかし、シングルスレッドの性能は誤差程度しかアップしていませんね。個人的にはマルチ性能が結構上がって、1000の大台に乗れたので満足です。次、これが最後ですが、ゲームのベンチマークテスト、FF14、漆黒のヴィランズ、ベンチマーク、です。設定はフル HD、最高品質、フルスクリーンモードです。メモリはそこそこ使用すると思うので、結果が楽しみです。4000MB 以上使用していますね。結果までスキップします。結果です。スコアは、増設前が8509、で、増設後は8571となりました。スコアは確かに向上しましたが、その差約 0.8%、誤差程度の差しかない感じですね。でも、体感では、フレームレートの安定性が上がっていたので、説明はしづらいですが、恩恵はあるようでした。簡単ですが以上で比較テストはおしまいです。今回のテストでは、シネベンチのマルチスコアはぐんとアップしましたが、それ以外は誤差程度でしたね。ゲームにおいてはフレームレートの落ち込み、時々起こる引っかかりが軽減されて、快適になりました。でもスコアにはそこまで差が現れませんでした。ということで、効果抜群、と締めくくりたかったですが、今のところは、場合によっては、まあまあ性能アップした。けれど、数字には出ない場合もあった。という結論としておきます。本当に、ゲームも明らかなほど引っかかりがなくなったのですがね。あとは、メモリを 8GB に減らしたり、別のパターンでも少し検証する必要がありそうです。まとめです。さてと、いかがでしたでしょうか。今回は、2万円以下で作った、激安ゲーミング PC のアップグレード、メモリの増設と、ブルーレイドライブへの交換をしてみました。というお話でした。正直、スペック、使用方法的には、メモリ 8GB が適当で、16GB は自己満足でしかないのですが、自己満足できてよかったです。あと、ブルーレイドライブですが、これは当たりでした。いつになるかはわかりませんが、5インチベイを搭載した PC ケースで、パソコンを組みたいので、その時に、高額ドライブとして、流用しても良いかなとも思いました。とまあ、こんな感じで動画はおしまい。よろしければぜひ、チャンネル登録、評価をお願いします。それでは、最後までのご視聴、ありがとうございました。